それでは次の曲に行きたいと思います。次、続いての曲は大山にあるゴーウェイユインという温泉施設のイメージソングになっています。出雲神話に出てくるスサノオノミコトとか串本姫のラブストーリーも出てくるので、皆さんよく聴いてみてください。それでは日の神レボリューション。私たち日本独自の正式なお辞儀をすることを最近頑張っていて、はい、それを今日は皆さんに披露したいなと思ってます、はい、と私たちがこれから正しいお辞儀をするので、それを見て正しいと思った方は拍手をお願いします。それでは見てください。
今日も私たち TT11 のステージ最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。あ、結構聞こえましたね。ちょっとだけですね。もう一回聞いてみようかな。私たちの例がちゃんとできてたと思う人、ちゃんと拍手お願いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ帰りますか。お返しもらいやりましょう。お返しようか。はい、じゃあもう一回行きます。はい、楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。はい、いいんじゃないでしょうか。さっきより、はい、ちょっと大きくなったね。はい、嬉しかった。私たちはこれからもこの正しいお辞儀で皆さんにご挨拶をさせていただきたいと思います。はい、はい、今日はね、はい、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はこの宿の都フェスティバルにぴったりな曲になっています。鳥取県の特産品がたくさん出てくるので皆さん注目してぜひお腹を空かしてみてください。それでは聴いてください。笑顔あふれる宿の都鳥取。シャキシャキ美味しさキュウラ今日
みよく聞いていただきました。はい、じゃあそれではここで突然なんですが TT ニュースのコーナーです。イエーイ、ありがとうございます。今日はこの場を借りてちょっと特別なニュースを披露したいと思います。はい、今までね TT11 頑張ってね、はい、ちょっとしみりしちゃうんだけどTT11 ね、活動をね頑張ってきてるんですけど、はい、これまでのチームのパフォーマンスにプラスしてなんと3チームに分かれて、ね、活動をね、はい、パフォーマンスを披露できることになりました。イエーイ、ありがとうございます。すいません、説明不足でちょっとね。はい、じゃあそれではこの3チームにちょっと分かれてみます。じゃあいくよ、うん、よーい、スタート。ちゃんちゃんちゃ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 、はい、着きました。じゃあ紹介をまずはあちらから始めます。せーの、二人で一つチームジュエルです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあ次行きます。せーの、私たちはチームダブです。よろしくお願いします。私たちはチームキャンディです。よろしくお願いします。